し、はい、ちょっと苦節あり着替えました。みんな聞いてくれ。どうした？あ、お前じゃねえな。今回な、なんと星野が元気なまんまだぞ。ほら、なぜか分かんない。初めてだよ、乗り越え入れた。ちょっとうるさいからやめてくれ。殺されるやつよ。殺す寸前だった多分ね。ここでとどまった。星野がちょっと刺した。星野可愛がってんじゃん。え、普通可愛がってんじゃん。可愛がってるでしょ。びちゃびちゃな。ペルペルな目回しって感じ。そうよく分かってる。ペロリンチョして石もやったここら辺でさ、あれだよ、うん、さこうやってね、舐めてね、でバカバカでバカ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 。せっかくいいの持ってんのにさ、でバカっていうのがさ台無しにしちゃうからさ、あいつ本当だってさ、今日お前バカだろお前って言った方が面白いよさ。本当あいつはさ、使い勝手が悪い。おばかさん、食うのおばかさん、猿のおばかさん、お猿のおばかさんね。猿おじ、猿じ、子供おじさん、子供おじさん、子供店長みたいになってる。子供店長よりどうしようもねえから。子供おじさんってなんで。子供おじさん本当どうしようもねえから。ジンサファリパークが近くにある。本当だ。ティーネの俺エネゴリ君見てたんだけど。え、ティーネの俺エネゴリ君見てた。まあいい、お前知らない。星野のバカもう知らない。どっち倒しなかった。本当に石村近すぎちゃって、どうしよう。星野のメガネ富士サファリパーク。だってと思うよ。
わないだろうし、これ電話番号だな。電話番号。静岡県何が起こってんだよ。25番。はい、もう出るよ。このルートによる。5時かな。5時か。倒すか俺は。あの本日9時から予約した吉田なんですけど、はい。あ、はい。あのちょっと5時ぐらい、あの一応予約だと9時になってたんですけど、あの5時ぐらいからチェックインとかではできないです。あ、大丈夫ですか。あ、はい、わかりました。あ、はい。はい、あ、そうですね。車で、はい。あ、はい、お願いします。はい、失礼します。 OK、 秘書大丈夫。秘書ん秘書大丈夫。秘書は